バスイブに行われる兵庫ゴールドトロフィーは3度目。今枠入り終わりました。スタートしました。ちょっとクリスタルボーイつまずいたような格好か。後方からになった先手を奪えず、ここはやはり名将コロンボが花に立っていきます。竹幸四郎内から押していく。タガノジンガの行為に取り付く。外9番コアレスピーマ並んで10番の大勢レジェンド。奈良国東が2番手3番手に押し上げました。3番桜シャイニー4番手で控えた6番タガノジンガの5番手、2番サマリー、そのインコース並んでいきます。5番のタガノバロット、4番セレスハント続いて中段、1番のジョーメテを後ろから3、4投目、7番ティアモブリーヨ並んで12番クリスタルボーイ、最後方11番スターボートとなって、残り800をすでに通過しています。向こう上面8番の名将コロンボ、竹幸四郎の騎乗で先頭です。リードは体半分ぐらいです。船橋10歳は9番コアレスピューマ2番手に食い下がって600を切りました。10番の大勢レジェンドが3番手、トップハンデの59キロ。1番ジョーメテオが外から上がってくる。単独2番手に一気に押し上げる田中学び。残り400を切りました。1番ジョーメテオが名将コロンボを捉えた。内から盛り返していく。この2頭を抜けて離れた3番手に高知の3番桜シャイニー、タガノジンゴロは4、5番手。これから直線、1番ジョーメテオか8番名将コロンボ、3番桜シャイニーがその後、6番タガノジンガロが4番手。内からまた盛り返せ。8番名将コロンボが強い。ジョーベテオ2番手、名将コロンボ合流、見事な逃げ切りでした。